さて、やることも大体なくなりましたので、そうですね、まあチョコボ用の餌でも集めて適当に過ごしましょうかね。この11日目はまずはどこ行こうかな。アリエス行こう。ここはごちそうディナーだったかな。あ、いないわ。あのシェフさんはおらんわ。あれ、なんじゃったっけ。しまった。何がモコモコそばやじゃん。くそ。あの人なんじゃ、マジで。あの人9時からか。ダメだこりゃ。今クロノスタシス使ったけど失敗だな。まあ、適当に走って時間潰すか。じゃあヤクト行きましょう。カルデシア3いた。今のなんだこれ。なんだこれ。はい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 。あれ8時にならんと受け付けへんのか。あ、見たいっすね。くそ、ちょっと待っとくか。みんなのんびりやな。よし、8時だ。オッケーオッケー、いけるな。薬が必要？はいはい。またチョコボの薬を頼む。タイトルみたいですね。揃ってる？問題ないわね。ちょっと待ってて。はい、チョコナミンの完成。また薬が欲しくなったらどうぞ。あ、材料はちゃんと自分で用意してね。はいはい。まだできないかな。またチョコボの。もういけんな。どんどん作ろう。もう井上キャンパスも全部終わったから、もう床でも渡しましょう。薬が必要。チョコナミンを作るのに必要なのは。あ、もう足らんか。チョコボだけとナメク、チョコボだけはナメクジスイーツ。チョコボだけは足らんのね。2個か、あと6個やな。まあ いらんか。まあ、これチョコボ用の餌作ってもほんま2周目にこう受け継ぐことができるのかどうかちょっと半信半疑なんですが、まあ一応作っとく。じゃあまたアリエス行くか。アリエス戻ろう。行ってる頃にはもう9時になるやろ。あれ？あ、こっちか。こっちだったか。場所間違えてたようだ。ひょっとしたら先おったんかな。いらっしゃいませ。ひょっとしたらおったかも、おったかもしれない。一応サイドクエストは9時からになってますけど、これ。何度でもお作りしますよ。ただ少々手間。まあ足りとるやろな。はい、受けたまわります。お待たせしました。ごちそうディナーだな。うん、また必要になりましたらいつでもいらしてください。はいはい、いらっしゃいませ。はい、受けたまわり。うん、タイトルな。オッケー、どんどん作ろう。よしよし、タイトルタイトル。あるねあるね。まだあるか。まだある。どんどんできるぞ。まだ食材が揃っておりません。必要な食材は。つくよめが足りてないかな。うん、つくよめが足りてないな。あと1個か。まあいいだろう。ギサールの野菜取ったのが確か深夜の5時くらいだったかな。で、6時間後になるから11時ですね。カンパスファーム行きましょう。着いたけどどうすかな。なるアニメーションちょっと見てみましょうか。せっかくやし、多分11時くらいもになったらなると思いますけど。
お、来た。なりました。今回こそちゃんと見れましたね。やった。では収穫しましょう。さて、ほんじゃ調査隊キャンプの方で、アニマルポーションだったかな。あれちょっと作ってもらいに行きましょう。ここの野菜はまたさらに6時間後ですね。同じ時間に前ギサロの野菜収穫したので、まあ、こっちは12時間後だから。何の調査に来たのか。みんな、あ、机読み、うん、足りてんな。いけんな。じゃあ、はい、完成。じゃあもうこんだけかな。うん、机読みが足りませんね。うん、足りない。カンパスファーム戻って寝て、ここの野菜になるようにしましょう。今の放送初めて聞いたな。ちょっと声が途切れてしまった感じがしますが、お昼用の放送待ったやな。これでお客様に。さて、17時くらいにここの野菜は消えたかなるはずなんで、ここも野菜なる瞬間を拝めるは覚えますね。ご苦労さんです。お、来た、なりました。さて、今ユスナーンにおります。で、19時からの闘技場で、まあ、あのリフレッシャー一応手に入れとこうかなと思ってるんですが、まあリフレッシャーもらえるやつは確かに21時からだったと思うので、まあまだできませんが、とりあえず確認だけしておきましょう。リフレッシャーもらえるブロックになってるかどうか。よし。おお、闘技大会なってないなぁ、残念。ってことは0時になったらどっちのブロックになるのか決まるので、そこまで寝るかな。まあここで一応セーブして0時まで寝ようか。闘技大会に変わってない。飲むと強くなるんだ。闘技大会に。どうだ。おー、あんた闘技大会。よし、なってますね。まあ21時からなんで、また明日ですね、12日目。まだこれちょっとやってみましょう。まあ別にリフレッシャー必要ってわけではないですが。しっかり準備して出な。わかりました。キスアロの野菜67個か。集めすぎでやる。もういらんな。もう一周目はもう野菜集めもう全部終わろうか。ここまでにしようか。やりすぎやな。うわ、なんやこれ。夜行キノコ99個。乾燥しとる。夜行キノコってなんかチョコボ用の野菜に何も使わんかったのかな。何もなかったかな。よし、じゃあもう今日はここまでしましょうか。12日目は何しようかな。サイクロプス狩りしようかな。12日も闘技場しかやることないっすかね。今日はとりあえず6時までおねんね。おしまいです。
お、来た。来やがったわ。シドレインズ。何？あ、御曹司。もはや意味を失った。彼というこの魂はとうにカオスに溶けている。かつてのように意志なき傀儡だ。人としての意志だ。お前ずっとそうやな。神に操られているのか。神ではない。私を動かしているのは数えきれない死者たちの思いだ。私は死者の代弁者なのだよ。解放者ライトニング。レテの禊は知っているな。バニラがやろうとしている儀式だな。あいつは命を懸けて死者たちの苦しみを払おうとしている。彼女には見えていない真実がある。神の目にさえ映らない不可視の領域。バニラに見えない真実だと。人はカオスの意味を知らない。世界を包むカオスの海、それは死にゆく魂の帰るところであり、生まれくる命の帰るところ。死んだ人間の魂はカオスの海に飲まれる。けれどもそれは滅びではない。やがて新たな生命を得て現世によみがえるのだ。つまりご都合主義と。見えない力を。心という名のカオスを宿して。人の心はカオスそのもの。死んでカオスに飲まれてもやがて生まれ変われるのか。死んでいた者たちの魂の転生を新しい世界に導けるのか。聖女と呼ばれるバニラであれば、彼女は死者と対話できる唯一の聖者だ。無数の死者一人一人に呼びかけて未来へ解き放てる。死者の魂の解放、バニラには私にはできないことができる。しかし彼女はまだ自分の力に気づいていない。救世院の欺瞞にもだ。欺瞞？救世院が何を偽っている？禊で死者は救われない。あれは死者の存在を無にして忘れる儀式だ。彼女が命を捨てる意義などない。バニラに儀式をやめさせるんだな。そして導いてやれ。君が彼女を導けば彼女が死者たちを導く。それが死者たちの願いか。だが神の意志ではない。死者たちの願いを叶えれば君は神に背くことになる。神に抗った人間は結局は神に踊らされ無残な末路をたどる。かつての私のようにな。あなたは人として戦い、人として死んだ。神の支配に立ち向かったあなたの意志は受け継がれている。人は皆心というカオスを抱えて、だからこそ死者の思いを感じ取ることができるんだな。カオスとは見えざる絆、生と死の領域を超えて魂をつなぐ見えざる力だ。神さえも凌駕しうる無限の可能性を秘めてはいる。とはいえたやすく使いこなせる力ではない。そうだろう。そう。カオスは何者にも支配されない。救いを求めるならカオスをさまよう魂に思いを託せ。君にはわかるはずだ。誰の魂を見つければよいか。セラか。あの子に私の思いが届くのか。言ったはずだ。カオスとは無限の可能性。生と死の領域を超えて魂をつなぐ見えざる力、見えざる絆だ。それええわもう。いやそれしかできんのか。ちょっと今のは嫌な意味でしたね。神をも飲み込むカオスの力、求めるならばセラに託せ。けれどセラ、どうすればお前に伝わる。いなくなったお前を思い続けているつもりだが、届いているか見えとるぞ。スカートの中見えとるぞ。カオスの淵に身を投げて声を限りに叫んだら、さまようお前に
届くのだろうか。あのルミナの部屋であえてアドバイスするということはなんか怪しいですね。裏がありそうや。あと少し世界を支えてくれ。変化はないな。さあ一応残り1日となってますね。まあこれ一応あと0日とかいうのもあるらしいですけど、ね、お帰りなさい。あと0日というとまあその日だけ過ごせるということですね。つまり次の明日はないという。クエイク、こんなんあったのか知らなかったな。クエイク、敵全体に無属性ダメージを与え跳ね飛ばします。ノックアウトタイム大と。クエイクは消費 GP2 で全ての敵に9999のダメージを与えて打ち上げ、ノックアウトタイムを、20秒伸ばすということだそうですね。このノックアウトタイム、まあ、でかいかって言ったらでかいですね。基本的に戦うとかルインは通常のコンボだとノックアウトタイム2秒伸びて、でコンボフィニッシュは確か10秒だったはずですね。ムーブスイープも結構上がるんですけど、それ当てるたびに6秒伸びる。なのでもうクエイクはこれかなりノックアウトタイム伸びるってわけですね。まあノックアウトタイム伸びるって言っても敵によって限界値とかあって、まあバラバラなんですけどね。あとノックアウトタイム、まあクエイク20秒ですけど、20秒全ての敵に伸びるかっていうと、まあノックアウトタイム補正っていうのがあって、まあ半減するやつとかもおるので、そいつにクエイクを当てても、まあ、10秒しか伸びませんが、敵全体に9999の固定ダメージっていうことはもう今となってはいらんな。これももっと序盤に欲しかったですね。序盤にあったら相当使えましたけどね。別に序盤であってもあのチョコボイーターとか20万超えの HP になってますし、別に9999のダメージ与えてもそれはチートでもないし、だから序盤に使えたらなんぼか良かったと思いますけどね。こんな後半にもらってもな。じゃあまあイベントも挟まったし今日はここまでしましょうか。ありがとうございました。それでは次回またお楽しみに。さようなら。